時計メガネアクセサリーリコードでございます今回ご紹介するのは純足田腕時計の,あの電池交換なんですがあのこの時計はですねセイコーであのかつて製造販売してた時計でございます、まあ、それをちょっとお見せしたいと思います純足田はこのようなちょっと独特のデザインの時計で,でしてカットガラスですね このようにあのカット面の入って平面じゃなくてこういう横から見るとこういう感じです。で裏の裏がこうですね。でこれはですね特徴としてあの裏にあの AR って書いてるのお分かりになりますでしょうか。これ電池の番号がこれであのセイコンのウォッチの場合、この AR というのは SBAR という番号なんですね。これ蓋を開けなくてもですね。 この番号で電池がすぐわかりますで。こういう金色のタイプは、あの、ちょっと非常に慎重にやらないと、こういうビニール、アスのビニールをかまして、そして、このようにですね、蓋を開けるんですね。そうすると、こう、傷がつかないというか、そういう感じですね。まあ、こういう感じで、あの、電池交換の,あの作業を進めていきます。まあ、どうかよろしくお願い申し上げます。